僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りします。2018年1月11日木曜日、この朝を迎えましたね。時刻は9時を過ぎて9時2分となっております。観光情報番組読谷ラジオ、本日のパーソナリティの糸村おじさんでございます。今日も1時間生放送よろしくお付き合いください。さあ、こちらの番組ですね、読谷ラジオ、さまざまな情報をですね、観光情報としてお届けいたしまして、観光者の方、そして読谷村を楽しまれる方、ね、方々にいろんな方々にいろんな情報、コアな情報、そしてここでしか知らない情報ね、ぜひこうね、お使いくださいということで情報を提供している番組なんですが、とうとううちの、糸村おじさんのですね、両親も絡め取られました。どういうことかと言いますと、読谷村でですね、今行っているイベントいろいろありますけれども、まあ、一番今大きくドーンとやっているのは読谷夜明かりプロジェクトですね。こちらの中のスタンプラリー、このスタンプラリーですね、読谷村全域にあります106店舗プラスアルファの事業所さんの方々を対象といたしまして、対象商品、もしくは対象の体験などをされた方にですね、一つスタンプを、そしてこれを3つ集めると応募できるというね、スタンプカードが あるこのイベントがあるんですけれども、このスタンプラリーに参加することが決定いたしましたよ。めでたい、ね、読谷村に足を運んでくれるきっかけとなりました。でこのただ注意しないといけない点もありまして、これ1人1通までなのかっていうね風に聞かれたんですよ。いや違うぞと、スタンプをもらう条件さえ揃えば何通だって応募していいので、これ1通だとね思わずに、観光客の方もそうなんですけれども、3つもらったら1人1回しか応募できないではなくて、お一人様何通でも何口でもね応募できますので、カードがスタンプいっぱいになって足りなくなったら、また別の新しいスタンプをですね、この106プラスアルファの事業所さんでもらえますので、ぜひともですねこちらのイベント、たくさんの方のご参加、そしてたくさんの口の応募よろしくお願いいたします。さあ糸村おじさんの親は果たして何通応募しますでしょうか。わかりませんけれどもね、なんか気になるのはこの紫村のですね、なんか手びちのこと言ってましたよ食べに来るのかな。
はい、本日の観光情報番組読谷ラジオ、このお時間からスタートとなります。1時間の生放送、ぜひとも1時間お付き合いくださいませ。では本日のドライビングナンバーです。サユリーさんでアンマー。本日のドライビングナンバー、さゆりーさんでアンマーでした。あのアンマーはあれですかね、誰の
カバーですかね、聞いたことある歌なんですよね。モンゴル800とかでしたっけ、無知ですいません。さあこのお時間でございます。お天気の概況のね、お時間でございます。平成30年1月11日4時42分沖縄気象台発表。沖縄本島地方の沿岸の海域では12日にかけてうねりを伴いしけの状態が続きますので、海上や海岸付近では高波に注意してください。また13日にかけて空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。沖縄地方は湿った空気や大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っています。11日から12日にかけての沖縄地方では湿った空気や寒気の影響により曇りで、ところにより一時雨が降るでしょうということでございましてですね、今日のお天気マークは曇り一つですね。なのでちょっと一日中影かなーっていう感じのね、お天気だとは思うんですけれども、まあ、北の風がやや強くということで寒さもね感じそうではあります。日中の最高気温も14度となっておりまして、まあ本土に比べればね暖かい方ではあるんですが、この14度からですね、強い風なんか当たりますと風速1メートルでね体感温度は1度下がりますので、例えばこれで風速2メートルとかあった場合には14度から一気に12度まで下がってしまいますのでね、肌寒いなと感じたお客様は、お客様は観光客の方や、それから他の方々もですね、寒さ対策は、ぜひバッチリと行ってくださいね。手を入れすぎて失敗するということもないと思いますのでね、ぜひ風邪をひく前に分厚い防寒対策をよろしくお願いいたします。波の方も4メートルということでうねりを伴うことでね、海でのアクティビティまだまだやられる方、まあ、夏に比べれば減ってるとは思うんですが、だからなおさらですね、危ない状況になってもすぐさま誰かが駆けつけられるというね、わけではないと思いますので、ぜひとも十分ご注意なさって海でのアクティビティもお楽しみください。以上お天気概況でございました。さあ皆さん、観光客で来られた方、もしくはレンタカーを借りた方、他にもね、いろんな特典はあるはずなんですけれども、まずは何はなくともこの FM 読谷を聞いてくださってるんであれば、読谷村ウェルカムプレゼントいただいてみませんか。レンタカーを借りる際にですね、1冊ずつ、もらうこのレンタカーと黄色い字で黄色いってなんだ、黄色い字で書かれた、沖縄ドライブマップ、こちらあると思うんですけれども、これをですね FM 読谷までお持ちいただけますと、なんとそれだけでお土産が1個増えちゃいますよ。さあこのレンタカーと書かれた沖縄ドライブマップを発見した、ダッシュボードで発見しました、助手席後部座席そちらで発見した方はですね、ぜひ FM 読谷まで、こちらのレンタカーと書かれました沖縄ドライブマップをお持ちください。読谷ティッシュボックスがもらえます。ティッシュじゃありませんよ、ティッシュボックスケースですよ。よくね売られてるティッシュをこう収めておけるティッシュボックスケースです。プラスチック製です。非常にいいものです。数量限定、期間限定、非売品となっておりますので、こちらのオリジナルティッシュボックスケースまだもらってない方、もうね皆様にあげたい、この沖縄ドライブマップを持ってきてくれる皆様にあげたい。なのでぜひともですね、こちらの沖縄ドライブマップお持ちいただいて FM 読谷までお越しください。よろしくお願いいたします。さあそれでは CM 明け、読谷何でも調査団となっております。生放送まだまだ続きます。チャンネルはそのままでお楽しみください。
読みたん、なんでも調査団。どこにでもある、でもそこにしかない。読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団となってございます。さあ本日の読谷なんでも調査団はですね、あの観光客の方からの声を頂戴した音源なんですけれども、まあなんと言いますか、非常に素晴らしい出会いがですね、ありまして、それがつながって、この音源につながっているというね、非常に素晴らしい、なんと言いますか、人間と人間のつながりってこうも素敵なんですねっていうね、内容となってございますので、この音源の中にはちょっとそれは散りばめられてないんですが、音源終わってからちょっとそこら辺のご説明もねしてみたいと思います。それではこちらの音源です、どうぞ。こんにちは。はい、元気な挨拶ありがとうございます。それではどちらの方からお越しになったか教えていただいてよろしいですか。三重県から来ました。はい、あ、三重の方からお越しになられた感じなんですね。はい、三重の方からお越しになられてご夫婦でいらっしゃいますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。それではあのお名前の自己紹介の方よろしくお願いしてです。はい、伊藤大輔です。伊藤春菜です。はい、伊藤大輔さんと伊藤春菜さん、沖縄県に来られたのは、何回目かあり、はい、もう僕はついぶん10回ぐらいになるんですけど、はいはいはい、はい、奥様の方は、私は2回目ですけど、読谷村は初めてです。読谷村初めて、はい、まあ、今回も来られてね、読谷村を選んでいただいたわけなんですが、読谷村の方であの選んだ理由とか何かございますか。はい、私は八千文の里で小さいお皿を買いたくてこちらに来ました。あともう一つは、はい、琉球ランタンフェスティバルっていうのがあるのを知ったので、それもぜひ見たいと思います。ありがとうございます。ちなみに琉球ランタンフェスティバルは何で知った感じですかね。はい、あのたまたまいただいたあのフリーペーパーで、あ、なるほど、これに載ってたので、あ、はい、それを見て行ってみたいと、はい、そうです、という形ですね。はい、ありがとうございます。まあ、まだやってる真っ最中なんでね、はい、ぜひあの行っていただきたいんですけれども、読谷村は来られて、まあ、何か目的はいろいろあったと思うんですが、奥様の方は今あの琉球ランタンフェスティバルやちもんということで、ご主人の方は何かあったんですかね。僕はもう何回も実は来てまして、あのこちらの方のちびちり釜、シムク釜の方ですね、あの修学旅行で引率、高校生を引率した時にあの FM 読谷の方にもお世話になりまして、はい、もう一回見たいなっていうのと、あとザクミジョグスクをもう一度見たいなと思ってきました。ありがとうございます。学校の先生だったんですね。はい、ありがとう、いろいろちょっと今噛んじゃいましたけど学校の生徒さん何か反応とかありました。はい、本当にですね、ガイドの方から戦争の悲惨さなどを実際グスクを、あ、グスクじゃなくてごめんなさい、ガマを見ながらあの本当に話をしていただきまして、すごく生徒たちの心には響いたようで、その時にちょうど YouTube に上げていただきまして、それを生徒たち、家族を含め友達を含めたくさんの人と見てですね、とてもなんかいい修学旅行になったと喜んでいました。ああ、そうですか、いい修学旅行をくれて本当良かったと思います。はい、ありがとうございます。本当に、じゃあ今度はご夫婦2人の旅行ということで、はい、いつ頃までいらっしゃる予定ですかね。明日です。はい、じゃあ明日まで目いっぱい、はい、沖縄を楽しんでいただきたいと思います。はい、じゃあ最後にですね、あの読谷村、こちら今から来られる観光客の方いらっしゃると思うんですけれども、そういった方に向かっての何かアピールよろしくお願いします。はい、読谷村見どころたくさんあります。ぜひ来てください。ザキミジョグスクも とても、いい場所です。ぜひ見てほしいと思います。はい、ありがとうございました。三重からお越しのご夫婦でございました。ありがとうございまし ました。バイバーイ。さあ、いかがだったでしょうか。あの三重からお越しのですね、伊藤ご夫妻でしたけれども、
ご主人の方が学校の先生ということで、修学旅行の下見なども兼ねてですね、何度か沖縄にはいらしてたということ で、それから奥様の方もですね、2度目の沖縄ではありましたが、読谷村は初だということでね、八千文をちょっと見たかったりとか、そしてフリーペーパーで見かけた、こちらのですね、ちょっとすいませんね、よいしょ、はい、八千文の里の方で見かけました、皿が欲しくなったり、そして、フリーペーパーの方で、たまたま見かけた琉球ランタンフェスティバルにも行ってみたいということでですね、お話がいろいろあったんですが、実はですね、こちらのご夫妻、ご主人の方が修学旅行で、来られてた際に、うちの FM 読谷のスタッフのですね、石川達也さんがなんと取材をしてたんですね。なのでこの時に石川達也さんとちょっとお話もしてたようで、非常にですね、久しぶりの開校を懐かしんでおられましたね。楽しそうな感じでしたよ。まあ、そういったつながりもですね、この生まれる FM 読谷のあります、この読谷村、素晴らしい出会いですね、本当に。で、修学旅行ということで来られてたのもありましたが、今回はね、旅行で来られたということで、ザキミ城もね、楽しまれたようですね。もうアーチとかもね、楽しんだんでしょうね、きっとね。それから奥様の方では琉球ランタンフェスティバルもいいのいっぱい見たんでしょうね。さあ、気になるのは夜タン、夜タンだって、違う違う、読谷夜明かりプロジェクトの、スタンプラリー、こちらも参加されたかな、どうだったかな。うん、まあちょっとでもそんなに期間がなさそうだったんで、もしかしたら厳しいのかもしれないけれども、まあうまく参加していい商品ゲットできてること願っております。さあ、こんないい、ね、人様とのつながりもございます、この読谷村の観光情報、皆様のですね、たくさんの何と言いますか、思いで出来上がっている部分もございますので、ぜひですね、うちの両親だけではないですけれどもね、やっぱり夜、どうしてもこう読谷夜明かりプロジェクトって言おうとすると夜谷って言っちゃいそうになりますね。うん、悪い癖。はい、読谷夜明かりプロジェクトのこのスタンプラリー、まだ参加されてない方多いと思うんですよ。お隣の嘉手納町、糸村がいるのが嘉手納町なんですけれども、お隣になった途端にですね、もう知らない人多くなってしまいますので、これはもったいないのでね、ぜひこのスタンプラリーに参加したことのある方はぜひですね、読谷村に行って、おいしいものいっぱいあるから見てごらんって、行ってごらん、参加してごらんってね、声を隣近所に おかけになってみてください。素晴らしいものいっぱいございますよ。うちの両親もですね、あれでした、読谷食べるとこいっぱいあるなーって言ってました。なので、そういった発見もあると思いますのでね、ぜひたくさんの方のご参加よろしくお願いいたします。さあ、それから観光で来られてる方もですね、このスタンプラリーってどうやって参加するのって、思われる方はですね、まず提灯、赤白黄色、色とりどりのですね、提灯がぶら下がっております店舗をまずお探しください。あちこちにございます。で、そちらの店舗に入っていただいて、ガイドブックですね、スタンプラリーのガイドブックありますので、そちらをもらっていただければ、詳細の方が載っております。ぜひたくさんの方のご参加お待ちしてございます。はい、それでは読谷アーティストの紹介です。ソベポーポーティダティダ。
ホテル日光アリビラインフォメーション。太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたします。さあ、本日も始まりましたこちらのコーナーなんですけれども、さあ素敵なゲストがまたアリビラさんの方からお越しいただいております。お越しいただいておりまして、おはようございます。はい、おはようございます。ホテル日光アリビラの広報担当しております谷津久と申します。よろしくお願いします。はい、谷津久さん今日もおはようございます。よろしくお願いします。、はい、よろしくお願いします。谷津久さん来ると僕の心の中の温度が 0.2 度ほど上昇するんでね、はい、いい感じですね。はい、春が来ます勝手にね。はい、じゃあ、谷津久さんと今日もね、はい、アリビラさんの情報をちょっとお話ししていこうと思うんですが、はい、まずアリビラさんの方で正月の気分はねもう過ぎたかなと思うんですけど。そうですね、はい、15日まで門松とか、はい、装飾ロビーの装飾とか、はいはい、お正月になってるので、まだもうちょっと見れます。なるほど、楽しめそうですね、うん、はい、15日までということで期日はねもう差し迫っておりますけれども、門松とか俺まだ見てないんですよ。そう、すいません、見て見て、すいません、いろいろとね惹かれる部分でもございますけど。はい、県内でもね、門松大きい方だと思いますよ。あ、結構本当に結構大きいのが飾られてるんですね、うん、大きいです、立派な。なんかちらっと前回お聞きした時に、うん、はいはい、確か谷津さんと同じぐらいの大きさの もっと大きいです。あ、もっと大きい、うん、谷津久さんより大きい、もっと大きい、それで160センチっていう身長を聞いたんでしたっけ。そうそうそう、あ、そうだそうだそう、うん、あ、谷津久さんより大きいと どれぐらいですか。ちょっと見上げるぐらいの高さにあります。いや、もっと大きいと思いますよ。え、そうなんですか。2メーター。あとどれぐらいなんだろう、結構、本当結構大きいですね。もっと、うん、大きいです。本当に沖縄県ではね、多分本土とかだと各家庭、玄関先とかに、玄関先っていうか何て言うんですかね、家の垣根のそばのところ、そうです、門のところとか、そうそうそう、門のところとかにね飾ったりしますけど、沖縄そこまで門松はまだポピュラーではないので、はいはい、大きい門松って言ったらちょっとテンション上がりそうですね。そうですね。うん、2つねあるので、はい、ちょっとね、うん、記念撮影とかもねいいと思います。いや、あれですか、最近流行りのインスタ映えとか。インスタ映え、うんうんうん。谷津久さんインスタグラムやられてるんですか。インスタはちょっとね見はするんですけど、はい、アリビラの方でも私フェイスブック担当なので、ほう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 、うん、インスタグラムちょっとまだ。あ、なるほど、もうちょっと画像はまだまだですよと。あまり詳しくはない、でもインスタ映えする門松はありますよと。あります、2つですよね、うん、はい、フェイスブックにもね。あ、フェイスブックの方にもぜひぜひ載ってるんですね。フェイスブックも載せましたね。おお、うん、どうしようかな、本当本物を見に行きたいんですけどね、うんうんうん、ぜひ見ぜひぜひこれ引っ張るって言いましたけど一人なんでね。ありがとうございます。その門松の方もありますけれども、はい、うん、お正月気分でね、もうそろそろ抜け切る頃だとは思うんですが、うんうんうん、お正月でやられてたイベントで、その装飾以外に何か今やられてるものって。今はもうないかな。じゃあもう新しくこれから19日にやってくるブランケットコンサート。ブランケットコンサートと、はい、その後すぐ週明けには22日から、うんうん、フラワーフェスティバル、ありますね、花のカーニバル、花のカーニバルがあるので22日から、うん、これもう完全に仕上がった感じですか。22日のイベント開始の方は今まだ準備中ですね。準備中、ちょうどもう22日になったらもうずらっと、うん、そうですね、これはちょっと花好きにはたまらなさそうですね、うん、はい、ちょっとねお天気ねもうちょっと暖かくなってくれたら、あ、そかそかそか、ね、お花がねえ咲くかなってちょっと心配ですよね。あ、やっぱ気温の関係もあったりするんですもんね、うん、そうですね。今現在並べられてるその状況ではうまくなんか花は咲いてない感じですか。まあでもお花の担当の方が、すごいのでうん、上手にやってくれると思います。あ、うん、
そしたらじゃあもうこれは有平さんの腕にかかってる感じですねすいません、人のせいにしちゃダメですねでも本当に気温差が関係してくるものではあるのでね、うん、まあ、スタッフの方々は万全の思いでやってらっしゃる、準備してるものだと思うのでね、はい、ぜひ22日には成功することを祈ってございます、はい、これがいつ頃までやられる形なんでしょうか、うん、2月の末まで。あ、2月の末まで、はい、じゃあ2月の、あ、違った、1月の22日からスタートして2月の末までと、うん、花いっぱい見えるんでしょうね。そうですね、その後またね、4月と5月はあのアリビラのフラワーカーニバル、フラワーフェスティバル、ほう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 、うん、あるので。花づくしですね。花づくし、へえ、 あれですか、僕でも知ってるような、なんか有名な花ってなんか飾られるのあります？その時は、はい、おそらくあのスペインのイメージなので、ゼラニウムとか。ああ、スペイン、わかります名前は聞いたことあるんですけど花が出てきませんでしたあ、でもスペインですか。はい、へー、なんかあのテキーラとか似合いそうなあれメキシコでしたっけメキシコですかねすいません。あ、でもスペインで行くとすると、そのあ、そうか、アリビラさんのそのカラーのイメージもあるんですね、うんうん、そうですね、あのオレンジとかの、うんうん、うんうんうん、そのカラーで行ってフラワー、花づくし、うん、なんか本当早めの春を味わえそうですね。そうですね、あのアリビラ冬は、2月まで、はいはい、あの光をテーマにして、あの、うん、ランタンとか、はいはいはい、イルミネーションやってるんですけど、もう3月からはあの花とか、うんうん、イメージで、もう徐々に春にシフトしていくんだぞと。そうです、ね、早め早めにこうね、観光に来られた方、うん、そしてお泊まりに来た方、うん、方をこうちょっと楽しませるという感じですね。はい、にくいっすね有平さんにくいっすね、そしてその有平さん、はい、琉球ランタンフェスティバルの方もご参加いただいているようなんですけれども、はいはい、こちら谷津子さん、うん、スタンプはもらいました？スタンプもらってないんですよ、ね、あ、まだうん、ランタンフェスティバルの方、あ、違った、スタンプラリーの方はご参加はされてない感じで。個人的には大丈夫です、僕もそうですこれからだと思うんですけれども、はい、有平さんの方では、うん、今やられてるのが、ラウンジ有屋から、はいはい、こちらの方の誕生石カクテルっていうのがね、はいはい、あるようなんですけれども、うん、ちなみに誕生石カクテルっていうのはこの言葉の通り想像していいものですか？誕生石をイメージした。なるほど例えば、あ、4月だとダイヤモンドでしたっけ？あ、ごめんなさい、詳しくは、僕も詳しくないんで、自分の誕生石しかわからない。あ、谷津子さん何月なんですか？3月。3月はアクアマリン。アクアマリン、うん、ちょっと水色っぽいははブルーの、あ、まあ、谷津子さんらしい、うん、すみません、適当に言ってるわけでもないんでね大丈夫ですよ。僕も5月でエメラルドなんですよ、うん、へえ、もう柄じゃないですけどね柄じゃないですけどね。いいんじゃないですか。そういった感じのこの誕生石をイメージしたカクテルを、そうですね、この有明からさんで楽しめるということなんですね。はい、スパークリングワインをその誕生石に見立てた、角砂糖が、スパークリングワインに入ってるんですけども、おしゃれ、はい、色がね、それぞれのこの誕生石の色になっていて、はいはいはい、スパークリングワインのこの泡が、うん、泡が炭酸が、うん、はいはいはい、はい、それと一緒にこう上がってくるこの時々こう崩れてね、砂糖が上がってきたりするんですよねきっとね、ふわーっと、それをこう楽しみながらのこのお酒なんですねきっとね、はい、あ、お酒ですよね。お酒ですおお、びっくりしたびっくりした。お子様はちょっと楽しめない感じではありますけれども、はい、まあ大人な雰囲気をね、うん、この有屋からで楽しむのもまた一興な感じいたしますね。こんにちは、はい、有屋からさんの方でこの、まあ、ドリンクこういった感じで誕生石の、カクテルが楽しめると思うんですけれども、うんうん、これ誕生石のイメージカクテルってことはやはり12ヶ月分、まあ、用意されてるってことだと思うんですけど。そうですね、例えば1月ガーネット、はい、でカシスリキュール、はいはいはい、の、あ、すごいすごい、はい、へえ、が染み込んだ角砂糖ですかね、ははにスパークリングワイン、あら、おしゃれ、うん、おしゃれ、1月だけでもちょっと聞いて
なんだろう、普通思いつかないような形のこのカクテルなんですけれども、うん、ちなみにエメラルドはミントリキュール、はい、あら、おしゃれじゃないですか、うん、今度飲みに行こうかな、ね一人で一人で、あ、もうありがとうございます。谷継さんにそう言っていただけるともうね、僕もネタを披露した甲斐がありますよ。今日仕事終わってお家に帰ってから一人で体育座りでね、いろいろ反省したいと思います。あ、でもね、ジャズ、はいはい、やってるので毎日ではないんですけど、これに合わせて来ていただいても、ね、一人でもおしゃれじゃないですかね。ジャズが楽しめる形なんですか。生演奏ですね。あ、生演奏で、うん、すごい、ありますよ。どうですね、火曜日、はいはいはい、火曜日、木曜日、土日、火木土日で、火木土日、うん、日、火木土日ですね、はい。なんだろうな、ジャズ、ピアノとか、あ、そのジャズが、そうです、ピアノとかギターとかで、時間がですね、19時45分、はいはいはい、20時45分、21時45分と各約30分間。はあ、うん、なんだろう、そんな大人な空間ここしばらく味わったことがないですね。まあでもぜひね、はい、そちらのなんていうんですかね、有明さんの大人の空間、はい、そしてこの誕生石カクテル、うん、を楽しんで、うんうん、スタンプが1個もらえるわけですからね。そうですね、今日、ちなみに今日はね、1月11日は、うんうんうん、マチューさんピアノですね。ピアノのジャ、ピアノジャズ、ピアノ、素敵ですよ、マチューさんのピアノ。やっぱこう大人なんだろうな、きっと空間はな、大人ですね、うん、大人のね、はい、ダンディーな男性なんですけど、70歳ぐらいかな。うん、すごい素敵な音色で現役でいらっしゃるんですね、うん、素敵な人柄のね。やっぱりこう楽器全部そうだっていう風に聞くんですけど、うん、年を重ねれば重ねるほどその重ねた分のなんていうんですかね、厚みが音になってこう出てくるって言いますからね、うんうんうん、うわー、ジャズ行きたいな。しばらくそういった生のジャズとか聞いたことないんでね、もう何年になるんだろう、うん、まあ一人ですけどね。素敵だと思いますよ。 ありがとうございます、うん、一人でも、うん、もう谷津さんにフォローされるなら俺行こうかな。行っちゃおうかな、俺一人で楽しんじゃおうかな。まあでも本当にね、お一人でも楽しめる空間だとは思うんでね、うん、ぜひこちら、スタンプをもらうのを目的にしても構いませんからね、はい、ぜひこのホテル日光有明さんの、うん、有明からの方でね、楽しめるこの誕生石カクテル、はい、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか、はい、カウンター席でおしゃれに飲みたいですね。あ、でもカウンターないんですよね。え、カウンター席じゃないですか。あ、そうかそうか、この見た感じだと、うんうん、ソファーとかね、うんうん、ゆったりとした、あ、ゆったりと、うん、これあまり僕をアピールするのもあれですけど、一人で行っても大丈夫ですか。あ、全然大丈夫ですよ。全然いらっしゃいますよ。あ、大丈夫ですか、うん、あ、よかったよかった。ね、でも本当にここで行っておしゃれな空間楽しんで、お酒も楽しみな、はあ、これで代行で帰ればね、もう本当にバッチリですね。バッチリですね。お家に着けばもうあとは寝るだけですからね、はい、素敵。これが火木土日の、ジャズの演奏もあると。はい、まあ、有明さん自体は、毎日やられてるわけですよね。毎日、はい、やってます。でジャズの演奏楽しみたかったら火木土日と、はい、これはぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいと思いますね。はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました、谷津さん。はい、ありがとうございます、はい、また来週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ホテル日光有明インフォメーションでございました。
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。戦争レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーとなっております。さあ、レンタカーを借りた皆様、黄色い文字でレンタカーと書かれた小冊子、沖縄ドライブマップ、お忘れになってませんか？中見ましたか？クーポン券とかいっぱいついてますよ。まあ、クーポン券もねそうなんですけれども、観光名所までの道のりがですね丁寧に書かれましたドライブマップ、こちらもかなり有効なものとなってございます。ぜひともですね、観光スポットであれ今日ってどこ行くんだっけとかね、道順がわからないとか、そもそも今日どこに行こうかななんて考えてらっしゃるあなた、もうこのね、沖縄ドライブマップ必ずや役に立つと思いますので、一度ぜひご覧ください。そしてこちらのですねドライブマップの22ページには、 FM 読谷が紹介する読谷村の観光スポット、こちらもですね、多数ご紹介させていただいております。我らが、中曽根局長が紹介しているのがですね、戸谷漁港でございますよ。こちらまでの道のり、それからマップコードも載ってますのでね、ぜひこちらの情報もご活用ください。それからこちらの沖縄ドライブマップをですね、読谷村にございます FM 読谷までお持ちいただきますと、なんとそれだけでパワーアップキャラクターの読谷をあしらいましたオリジナルティッシュボックスケースがもらえちゃいます。素晴らしいね、ピンク色のプラスチックケースのかわいいにくいやつでございます。こちらのヨミトンティッシュボックスプレゼントね、欲しい方はぜひ FM ヨミタンまでお越しください。数量限定、期間限定、非売品となっておりますのでね、限られてはございますが、ぜひとも早めにのゲットよろしくお願いいたします。以上、面相レンタカーラジオドライブマップのコーナーでした。さあ、お届けしてまいりました、観光情報番組読谷ラジオでございますが、さあ、お時間もあっという間にですね、終わりの時間が近づいてきている状況なんですけれどもね。さあ、この読谷、ラジオなんですけれども、メールをですね募集していたんですが、今日ひょっとしたらですよ、メールアドレスのご紹介忘れてた可能性がありますね。しまった、メールアドレスのご紹介してなかったかな。まあでも、メールがね来てないということは、もしかしたら僕の不徳の致すところなのかなということでですね、非常に寂しい状況となってはありますけれども、まあでもそれでもですね、あれ、あ、これかしら、あ、違いました。はいはいはい、違いました。メールがね今届いてるのかななんてね、ちょっと書く、あ、いや届いてる、こちらですね、ありがとうございます。あ、本当いつも助けられておりますね。ラジオネームうるうるうるまさんでございますね、ありがとうございます。糸村おじさん、おはようございます。おはようございます。今日は冷え込んでますね。糸村おじさんは風邪をひいてませんか？大丈夫ですか？一部では10度以下になるところもあるそうなので気をつけてくださいね、ということで、メールが来てないと思った時にこの来るね、温かいメールありがたいですね。いつもいつもありがたいメールだとは思っておりますが、通常より 1.5 倍増しぐらいに、ありがたいと思っております。はい。まあなんだ、あ、一部では10度以下、あ、そうなんだ、今日の沖縄なのかなこれ。今日の沖縄県はそんなに冷え切ってる感じなんですかね。10度以下になるところもあるそう。でもなんだろうね、さっきのお天気概況だと最高気温は、14度って書いてあるけど、日中のね、日中の最高気温は14度。まあでも場所によってはね、ヤンバルの方の
奥の方とかになっちゃうとやっぱり寒くなっちゃうんでしょうね。北風ももろに受けるんでしょうし、そして山の中ですからね、海風もギャーっと いっぺんにね、浴びちゃうのかなと。それ考えたら確かに10度以下とかになってもね、不思議じゃないかなという気はしますね。まあそれでも0度に、ね、なることはないのでまだまだだと思いますが、やっぱりね風、それから体調の管理、難しい時期となってますのでね、ぜひちょっとでもね不安のある方は早めに体を温めていただいて、風邪ひかないように予防の方もね十分よろしくお願いいたしますね。観光で来られている方々も自分たちがいたところよりはあったかいから大丈夫なんてね、こう気を抜いて体調崩される方も結構多いんでね、そういうことがないようによろしくお願いいたします。さあ、観光情報番組読谷ラジオ、そろそろ終わりの時刻も近づいてまいりました。本当にね、話の続きになってしまいますが、体調管理が今難しい時期となってきております。まあ、ちょっとつい何週間2週間ぐらい前かな、インフルエンザの方もですね、まあ、流行の兆しがあるということで、まあ、でもそこまでまだ猛威は振るってない感じもいたしますけれども、このインフルエンザもね予防接種を受けるなり、あと手洗いうがい、こちらもね忘れないようにして、ぜひ観光の方も楽しんでいただきたいと思います。沖縄の方でもね寒さは感じる時はありますから、自分がいたところよりは暖かいと言ってね、気を抜かぬようよろしくお願いいたしますね。この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りいたしました。それでは本日も楽しい観光、沖縄の方読谷村でお楽しみください。それでは皆様また後日。それではまた、バイバイ。